第1レース1着となりました。堂村智也選手だわ。1着おめでとうございますわ。ありがとうございます。小谷選手の先行に乗って直線鋭かったわ。いかがだったかしら。そうですね、もうあの風が強くて結構足きてたんですけど、小谷くんが頑張ってくれたおかげで良かったです。はい、4コーナー回ってきた時はいかがだったかしら。そうですね、ちょっと抜けるかどうか分かんなかったんですけど、まあ、抜けたし良かったですね。ということは今回さえここまでの調整もうまくいったということかしら。そうですね、いってると思います。はい、この高知バンク今日は風強いですけれどもいかがかしら。風強いんでそうですね、明日風止んだらいいなと思いますけど。明日明後日の意気込みをでは一言お願いいたしますわ。また一着取れるように一生懸命頑張ります。では今回最高の一着、久々の一着ということで、明日への意気込みを込めて、中学校時代バレーボールでご活躍されてた堂村選手の思いっきりのアタックをお願いいたしますわ。はい、